みなさんこんにちは日本記員の石倉ですこの第二巻では付けをテーマにお話しいたします聞き手は日本記員の原幸子さんです原幸子ですよろしくお願いいたします、えー、それでは早速講座に入りましょう えまず最初のテーマは締まりへの付けというテーマです、はい、でここで取り上げますのは、えー、小目からの締まり、はい、小芸は締まりが多いですけどね、はいえー、それに対する手段ですねここで,すねでこの局面で、えー、今黒の手番なんです、はい、でこのあたりはまあ収まりがつきまして黒が厚みができてますねで白はここで生きたと でまあ、全局を見渡して、まあ、目につきますのはこの上辺の白模様ですね、はいえー。ここに黒がどうやって入っていくかとこの辺りを考えてみたいんですが、はい、入るんでしたらこれが打ち込みですが、はいえー、こういうふうに正直に打ち込みますとねまず根拠を奪って逃げた時にですね これを攻めたいときには反対側にこう持たれるというね。持、はい、たれ攻めがいい手になるんです。はい、でこうなりますと、乗せばこう伸びとなりましてね、はい。なんとなくこの黒がこも苦しいし、ね、感じがいたしますよね。はい、そこでまあこのように正直に打ち込んだのではうまくいかない場合には、このつけというね。 はい、まあ、さばきの手段なんですかね。うん、このさばきはつけという格言がありますが、さば<っ>きの手段を使うと、うまくいくケースが多いものなんです。先生、つけは、あの、いろんなところにあると思うんですが。どうですね。まあ、いろいろありますけれども、まあ、この。構えを荒らす場合にはですね。つける手は、はい、まあ、ここへつけるか、ここへつけるか。はい、ということなんですね。あ、そうですか。えー、あと、こういうつけは、あまり、えー、この場合はうまくいきません。 ね、はい、この場合はここを終わらせばいいですから、えー、一番わかりやすい手はこのつけなんです。あ、はい、うん。こう、まあこれはやや難しいつけでね、うん、まああでお話しいたしますけれども、このつけが良さそうです。はい。白は受けるにはどうなんでしょうか。こういう手だと。そうですね。えー、まあこれが一番まあ穏やかな受け方。しかし、まあこれに対しては、えー、黒は一つこう羽を打ちましたはい。 そうですね。ええ、ね、そしてこうやるとすぐつなぎたくなる方もありますが、つながないで二軒に開く。はい。でもしこの一目を切り取ってきたら、ここもつながないんですよ。あ、もう捨てていいんですか。大事なことはこの白の模様を、はいえー、うまく割ってしまえばいい。えー、ですから大事な石はこの石なんです。はい。この石からこう一軒に飛ぶと。でもしこんなところを切ってきたら。<laughs> これはまた放っておきましてね。はい、えー。今度はこういうふうに打って逆にこの白を攻める。はい。でこの後ではここの黒が厚いですよね。はい。この厚みが働いてくるんです。このあたりで戦いますとね。こんな打ち方がまあ黒の理想的な展開。まあこれちょっと白まずいですからね。はい。ですからちょっと戻しました。あ、いや。こうなってこうなって跳ねてですね。はい。あ、ごめんなさい。で白としてはまあこういうことになる。 それならここへ飛びましてこうとりあえず飛んでおでいざとなればですねもしこの黒が囲まれたというような場合にはここへこう押しまして今度はここの1目をこうつなぎますとね、はい、結構いい字でしょそうですねでこの隅の白地と対して変わらない字ができますのでね。はいえー このつけに対して伸びてくる手は怖くないんですね。跳ねて、ここへ開くと。これを引かすにして、こちらを逃げていけばいい。ですね。そうですね。はい、この伸びは、じゃ、ちょっと正直すぎますか。うん、こういう手は。跳ねですね。はい、うん。これも考えられますね。し,かしま、こう跳ねれば。また、こういう石を伸びたりしないんです。うん、ここはあくまでも。こう白の勢力圏ですから、黒としてはさばきでいきたいと。 で、ここを切りまして。はい。はい、そして、ここへ当てるんです。まず、上から当てて。今なら、つないでくれますね。はい。あ、これを逆から当てると、取られてしまうんです、ね。そう、先に抜いてから、あ。こう打ってから、ここへ打っても、こうは打ってくれませんから。え、こう切るとか、押さえるとかされますから。はい。まず。上から当てる。今抜くと。これ、こう出られて、この一目が。取られそうですから。 ここは今なら継がなきゃならない。そして、それからこちらに当てるのが手順なんですね。はい。これは取るしかないですね。はい、で、これで、まあ、もう軽く打つなら、もうこのように肩ついてもいいですし。まあ、手堅く打つなら、ここへ駆けついていてもいいです。これ、結構いい嵐になってますよね。はい。もう黒はあまり心配なく。出られそうですよね。そうですね。もう十分嵐成功と。はい。いうことが言えます。はい、ということは、まあ。 白がこう打ってもこう跳ねても、まあ黒には対策があるとこういうわけです。で白としてはじゃあどうするかというと、まあ普通は上を跳ねるんですね。はい、こう打って、これは取られたらちょっと大きいですよね。<え>逃げるんでしょうか。そうですね。まずここへ引きます。で白としてはですね、白の立場で言えば、はい、ここで下がる手が大切な手なんです。うん こうついねこうしたくなりますけれども、うん、そうするとこの羽がいい手で、はい、ね、伸びますと、まあこちらの方へこう来まして、うん、まあ伸びですかね。でこういうふうにで、でこの羽も打ちましたね。ねもうこれも打ちますね。はい、ずいぶん入られてしまいますね,ね。それでまあ上に出ます。はい。でこの黒はまあ板となればもうこう打っていれば十分。 生きるスペースがありますから頭も出ているしここに目もあるしかも白地がほとんど消えてしまった、はいうん、これは白が大損ですから白としてはここは押しではなくて下がりが大切な1点になりますでそこで、えー、今度は黒はですね、はい、うん、まあ、ここに白が控えてますからね、うん、少しこう軽く打ちたいところなんですねあ こう横にこう行くんんでではいいけないんですかんまあそれでも悪くないですけど、はい、もうちょっと軽やかにこういうふうに,あ先に上に出てくのがこいこいね,横ねもしこう出てきてもですね、はい、押さえて切ればこの2目は取られますけれどもうんこれはですね、まあ、こうですかねこういうふうにこういうふうにしますと。 2目は取られましたけれどもここに黒の厚みができて、はい、こちらにも黒の厚みがありますからずいぶん白寂しくなりましたこれは苦しいです、はい、ですからこの2目を白が取りにくる手はあまり得策ではない。で白としてはまあ並び、まあ、ここがね、えー、じっくりとこう黒を攻めている急所になります。はい、まあそこでこででう打って飛、まあ、飛びびすとこんなことになれば。 まあ白も一応ね、隅を確保しましたけれども、堂々たる黒のね。そうですね、えー。逃げ方になりますのでね。はい。これも満足なんです。白は。他にはもっと厳しい手はないんですか、うん。そうですね。まあ。なんとなくね、これも。えー、ぬるいような気がしますけれどね。えー、まあやむを得ないところなんです。あ、黒が今ここに来たんですが、こちらに白から来られる心配はないんでしょうか。そうですね。これも、あの急所には違いありません。 えー、次にほっとけば、これで二目を取ってしまう。はい。で、もし黒がこう打てば。その調子で伸びる。ね,ね。これはちょっと黒形が崩れて。はい、この白が強くなりますからね。これは面白くないんですけれども。うん、私、こう打ったらですね。えー、ここに黒が消えました狙いは。次に、ここへつけようという狙い。はい。これは、あの、間出てこられたら、どうなるんでしょうか。出てきても、ここへ抑える。はい。 取られてしまいますね。これ切ったら、うん、切ったらこれでね、二目が取られますから。いいですか。はいうん、で押さえ。でここへつなぎますと。なんかここの形が黒がすごくいいですね。うん、そうですね。あまだそんなことやってくればですね、はいえー。白が厳しくくればくるほどこちらが傷んでくる。でこう打ってまあこの辺は取られても。 今度はこちらへ打ちまして。こういうふうに。はい。またこんなふうに打ちますか、ね。これは切られますね、えー。で、こんなことになりますと。うん、はい。ここもともと白が開いてたところなんですよね。そ,すねそれは逆に白の方が。まあ、もういって、こう、ここで持てばいきますけどね。えー、やっと生きたと。はい。これでは、もう黒の嵐は大成功。で、普通こういう。 局面で上から消したりということを考えるところですけれども、はい、こちらの黒が厚いですからもっと踏み込んで打ちたいその時にこういうつけがねいい、えー、絶好の一手になるわけなんですね、はいえー、今度はこんな局面です今、はい、白がここに一見飛びしてまあここしっかり守ったところですね、はい、そして黒がここへ打ちました黒も守ったんですね,そうですねもうこうなるとね、はい、この中はもう 全部黒の字だという感じがしますね,すね例えばこういうところで打ち込んでもこれだけこう黒石が控えていますとこういうふうに打たれて狭間をこう突きましてもこういうふうに打たれてちょっとここでねですからまあ普通はもうこれ入らないで。 何かね上の方から打ってこう囲わせてしまいそうなところなんですが、はい、こういうところでもですね、このつけという手を使うとうまく荒らすことができるんです。先ほどの5だとあの、うん、ここにつけたんですが、ええ、この5ではどうでしょうか。そうですね、ここにつけてもまあ洗すことはできます。<laughs> この白石が取られることはないでしょうけども、はい、ただ先ほどと同じことをやってみましょうか。こうなって。はい <coughs> えと伸びたんです、ね、伸びてこう打ってですね、ええ、先ほどの場合はこういう石がなかったからこちらへ開けたんですけども、はい、ここに黒石が待っていますと,と、ね、例えばこう打ってこういうことになりますと、はい、ちょうど挟まれてて苦しいんです,、ねんですよね、逃げることはできるけれども <coughs> もたれ攻めとこちらにね、はいえー、もたれられて <coughs> 逃げるまでが大変ということになりますからなるべく後ろとしてはですねこの辺りで。 いいいてしまたそういう時に、えー、先ほどもちょっと触れたんですけどねこのそちらら側かこういうのはね強い人の語ではよく打われるんですけどす、ね、なかなかこの意味がわからないで、えー、手だけ真似をする方もね、えー、いらっしゃいますそうすすると失敗しますからね、はい、まあこの手の <laughs> 意味について詳しくお話しようと思うんですが、えー、まず、まあ、これはあのプロ同士のね実践なんですけどね、はい、実践の経過を 並べてみたいと思います。えー、ここで黒がこちらへ伸びました、うん。そこで白はまた張ったんですね。また張ってくるんですか。で、こうあこの手でまたこう伸びればはいはこう跳ねて下がればこれは大きい息ですよね。はいこれは白が成功ですからまあ黒としては隅に入らせないとこうやったんですけれどもここでこう跳ねました。 なかなか簡単には生きれないように見えるんですけど、そうですね。<laughs> ただあの黒の方もこのあたりが斜め斜めと断点があります。はい。この断点をうまくついてね、鮮やかにここで生きてしまうんですけれども、うん、うん、まあ普通だとこう伸びますよね。そうですね。まあ伸び伸びると繋がれて。 まあ黒の外側の形がしっかりします。はい。えー、そこでちょっとこれはテクニックなんですけどね。まずここへ切ります。あそこ切るんですか。すぐ取れますよね。えー、こ,これでも逃げてもダメですね。取られますけれども。はい。ここへ打ったということは次にここへ切ろう。はい。えっ、ー、と、はい、これは取ってるのは。取ってもいいですけど、まあ同じようなもんですね。こちらでも同じですか、えー。同じです、ね。はい。えー、そしてここへ。まあこれは抜きですね。 おさえ,えで、ね、このようにね、一つこの出を打った形に持っていったところが味噌なんです。はい。でしかもこの切りを打ちましたので、この当てがまた先手で打てます。あ、これは寄せになるんですね。そうなんですよ。このね、<laughs> 生きるだけではなくて、字も得しながらというね、非常に頑張った打ち方です。はい。でここに一つ出がありますと、えー、かなりこの白石の動きがまあ楽になる。うん、ということはここへ。 入います。で、この時にここがこうピタッとなっているような状態ですと、これはこういうふうに、はい、あ、抑えられますね。抑えられてね、窮屈なんです。ええ、しかし、一つここが出っ張っていますと、はい、周りを抑えてきても跳ねまして、これ抑えるわけにいきませんよね。はい、両当たりになってですね。これ両当たりです。ね、そうすると、つがない,い,ない。まあつなぐとこう伸びまして。 これは白は白、ね、これこのままでちょっと危ないと思えばこういって入れておけばね、はい、これはまあ悠々たる生き方ですから、うん、そこでまあ黒も伸びですかね。あこれは無理伸びてる方が良さそうですが、えー、それでもこちらへ打ちましてそしてここへ出まして、えー、こういうことになれば。 はい、これも悠々と生きてるみたいですね,ねすっかりここを荒らしてしまいます、はい、で、隅も羽を打ってます、はい、で、そしてここに一見に飛んでいる石がえー、最初に打った石ですけどこれないといろいろ心配なんですねそうなんですねないとこういうところの打ち込みがまあこうやってこういうところつけてきたりね、はい、なかなかうるさいんですこの厚みをこちらの攻めに使ってくるという点がうるさいんですけれども この一見飛びがありますので、それもカバーしたはい、ね全体のこのバランスがとてもいいんですね。こちらを手厚く打って、こちらは思いっきりやらす、素晴らしいね、えー、打ち回しだったわけです。はい。で、この付けについてもう少しね、えー、他の変化も調べてみましょう。あ黒はなんかずいぶんやられたような気がですが <laughs> そうですね。えー、まあ黒もまあやむを得ないですね。この程度まあこのくらいにしてれば。 あ、まあ。ぐらいなんですか。で,ね、でも、これでは、狭いですからね、やはりこう、はい、打ちたくなります。そうですね。そこで、こう、つけました。はい、今は、こちらへ伸びる手をやりましたが。他には、こういうの。はどうでしょうか。か、まあ、これは一番、普通なんですね。えー、隅を守る手です。はい。で、こう、打ちましたらね。こういうのは逃げないんですね。はい。まあ、特殊な場合逃げる、っていう可能性もありますけれども、まあ、この石は。 捨て石にするという気持ちで打たれた方がいいんです。でどうするかというと、えー。ここでこんな手を打つんですね。あ、ハサミ付けですか。えー、もしえっちらへ来たら。こう、すっと、この焦げ間じまりを。はい<っ>。ね、うまく突き抜いてしまったということになりますし。はい、こういうふうに打てば。今度はこの当たりが効いて。えー、まあ、これは、まあ、こういうふうに打っても済む。 外側に出られますし、ねはい、あくまでも最初につけた一目はもうこんなこと来てもですね、えー、これはまあこうやって持って捨てるという気持ちが大切なんです、はいうん、こう目的を達成しているということですねそうなんです、ね、ですからここへつけた時には、はい、黒はじゃあ黙ってつないんでしょうかうう、ね、黒としても黙ってつないがいいんですしかしそれそうしましたらここへ飛ぶ手がいいはい軽い手なんですねでこれで黒は こことこことがつながらないんです。あ、渡れないんですか。あ、そういきたいですけど、えー、こうなって、はい。はい。今まで打った石が働いてくるんですよ。引ったりするんですね。差、ねえー、があればこういう,ふうに。このな,なったらもう、ね、黒が二つに分かれて黒が苦しくなります。はい。でそうかと言ってつけではなくてここへ伸びればまたこの押さえがいいと。 ああこうなるともうこの石ももう関係ない石になってくるんですね,ですねそうそう。これをつないだら渡れてこれではあまり荒らし成功とは言えないんでここへ押さえますと気持ちがいいですね今度は先ほど捨てた石をまた復活するような手も残ってきますしね、はいえー、なかなかここもこういうふうに打っても頭が出ますし、はい、容易に止まらないんです。 だからこれも白嵐成功ということが言えます。今黒はこちらが実戦部でこちらをやったんですよね。外から抑えるのはどうでしょうか。そうですね。これもまあ厳しい打ち方ですね、えー。中で生きようと思ってもちょっと、えー、小木からの小ゲマじまりの中ではなかなか生きられない。はい、しかし。 ええ先ほどちょっと触れたんですけどねこれもねそうですねここ切るって言うですねはい先ほどこう言ってこうやったらここへ切るという話しましたけど同じ形なんですねしし、はい、そうなんですこれはこえ取ればまず上から当ててこうですかねちょっとこうやるとこう切られる心配もありますがまあ伸びてたとしてもねそのぐらいでも十分,んです、ね、え十分なね。嵐になりますのでねはい。えー まあこれも嵐成功まあ当ても効きますからね。はい。成功ということが言えます、えー。そうしますと、もうほとんどやりましたがこれもやりました。したこれはもうね切りでさばけますし、すね、これはつけでいいです。となるとあとやってないのは引きですか。引きですか。うん、はい。そうですね。まあこの引きがまあ一番弱い手のように見えて、えー、白にとっては手強い手なんです。あ、そうなんですか。ええー。 白は、調子を与えないという手ですからね。はい、対策があるんでしょうか。ええ、まあ、これは。こう跳ねまして。ここへ伸びておく。はい,い,いですか、ええ。そうしますとね、ここへつけて、はい。いはい。で、こう割り込みまして。このように、まあ、先ほども出ましたけれども。黒の方に、こう断点を作ると。 いうところが大事なんですね。はい。じゃあつなぎます。つなぎますね。はい。でこうね。まあこれも打っちゃいますかね。わかりやすく打っちゃいました。で、懐を広げてこういうことになれば大きな息になりますね。はい。これは今まで一番大きい息だったので,そうですね。<laughs> これも大丈夫。はい。ということでこの付けはね。 こういう狭いところで捌くには非常にい,い手今使い方をね覚えておかれれば実践にすぐに使える手です。ですね、今度はこんな局面です。今黒がここへ肩をついて、はい、で張って伸びて桂馬をしてここへ打ったとこういうところなんですね。今度は白番ですね。はい、でここをまあ黒に消された代わりに、えー、白としてはこちらの 黒模様に入りたいところなんです。はいうん、しかし、これも黒石がしっかりしていますね。で、はい、なかなかこう入っていく隙がなさそうなんですけれども、こういう時には、はい、そうですね。先ほどのこの付けが有効なんです。はい、で、この場合もこのようにまあ打ち込みますと、これは堂々とした手ではありますけれどもね。<え>根拠を奪われて、そして覗かれて、はい、で、まあこういうふうに打たれてもね。 はい、これとこれとは連絡できませんから、あとかなり責められそうです。そうですね。ですから、なるべく白としては、この中で。収まってしまいたい。はい。こちら側のつけはどうでしょうか。このつけも、まあ、考えられますけれどね。えええー。前にやりましたのは。こうなって。って桂馬でしたか。桂馬ですか、ええ、はい。で、こうなってというところなんですが。 これが近いですよね。そうですね。うん、あの形をもっとこのぐらいに打ったんです、ね、そのぐらいならこれで十分の構えですけれども、はい、こうやるとどうもこう打ってもピタッとこう抑えられましてねこことの距離も遠すぎましてね、はい、なかなか連絡できないこう打っても狭間が空きますからね、うん、そこで、うん、もう一つ踏み込んでここへつけるところなんですね。はい でまあ、これもまあプロの実戦で現れた形なんですけれども、えーまあ、先ほどもやりましたけどこう打てばこうですね、はい、この場合も一路先ほどよりは広いですけれどもやはりこういうさばきがいい手になりますしす、ね、外から押さえればやはりこうですね。はい、でまあこの場合はこう当てても大丈夫でしょう。 ね、これも、うん、見事なさばきになりますし、えー、ということは結局、うん、跳ねてもまあ白がさばきやすい形になる。はい、えー。そこで黒はここへ伸びたんですね。これはやはり一番頑張った手なんです。そうですね。白としてはこれで中でいきます、あ、でしょうかう、えー。そうそう。こうやればあこう打ってこれですか。はい。中でいきますけれどね。 そこ抑えが先手で聞きまして。これは生きるけれども、こう下がった時にこう打たなきゃならないですね。ず分苦労しなきゃいけないですね。うん、そうそう、まあ、これで目二つの行きです。はい、これでも、荒らし成功という感じはいたしますけど。しかし、相変わらずここが大きいですから。もう一つ、はいたいんです。これはい。伸びたらこちらへ行こうと。 これはむしろ成功ですから。はいえ。黒としてはここで抑えることになる。うん、そこで白がここへ跳ねる。で、先ほどはこう打ったんですね。先ほどのテ、はい、ーマ図ではこう打ったんですが、これはどんどん伸びられて、うん、え一路広いですからもうゆうゆうと。はい。こういう時にこうつけて割り込むというのがこの白の懐を広げる攻守だ。 それで断点がたくさんできます。はい。先ほどから何度も出てきてますが。そうですね。まあこれはまあ先ほどはこの切りなども打ちましたけどね。はい。まあそんなに難しい手を打たなくても、うんこれでゆうゆう生きてしまう。でこれでは黒としては面白くないんですよ。はい。そこで何かあったんでしょうか。えそこでこのゴではね、えー、この黒の方はですね、こういうふうに打ってここの字を がっちり取りながらこの白の根拠を奪いにいったこれがいい手です、はい、これも今のではねここの厚みが働きませんかこれは上にそうそう、うん、出ていくんですけどね、はいはい、なるべくこう足早に打った方がいいですはいちょっとこう薄そうですけれどね <A>、えー、こう打つとこの覗きを聞かされてこうなった時にここにあった方があそうですね,ねつながりやすいでしょはい ですからこう打ったんですが、はい。この切られたりっていう心配はそうそうないんでしょうか。そうそれはあるんですよ。<laughs> ありますけどね。切ってくればこう打って、いいはい。でこれでまあこういうふうに打って、はい。これで、うん、生きているんです。あ、うん、はい。簡単でしたね <laughs>、うん。生きてますしその上、うん、あの生きた後この切りが楽しみになります。これをこう当てれば。 そこ,こ出る手もありますしねこちらを打つとあ、そうですねこの一目が取れますね大きいですねそういう狙いが残りますからこう生きた時に黒はここに一手入れなければならない、はい、先手で生きてしまったということになりますので、まあこの切りはまあ確かにいい手ですけれどもね、うん、こう打ってきても怖くないあ飛んで大丈夫なんですね、はい、で逆に割り込みからくれば今度ははい こう取りましてね、これはどうも黒具合が悪いんです。そうですね、こちらの方も随分気になりますよね。こう当てれば、まあこう引けばこの切りがありますし、はい、こう当てればこちらから当てる手が残るとそうですね。これは大きな嵐になりますから。はい、なかなかこれで、うん、え黒もいい手がないんです。ちょっと薄いようですけれどもこれが良い。で、えー、この実戦では黒ここへつけて、そして割り込むというね。あ。 黒もいいろろ強行手段に伝えたんですけれどもこういいでましてねはい、ここ切れますよね,ねこれでつなぐと危ないですからねこれつなぐと引かれてこの白が危ないんですけれども、はい、この相手の勢力圏に入った時には気持ちとしては軽く打つと、はいえー、少しの石は捨ててもいいんだと。 いうくらいの気持ちで打つと成功するケースが多いんです。えー、この場合もこちらから当てて一目を上げてしまうんですね。はい、でここへつないで。はい。あと今度切りがありますから。つな,かまあつなげばこう取ると鮮やかに脱出してしまいましたね,ね、はいえー。これに対してこう飛んで脱出する。この一目を捨てたところがねミソ、えー、なんですね、えー。こんな局面を考えてみました。はいえー、今白が こここへ詰めたところですね、はいえー、そこで黒が、まあ、この一目をこう取りに行ったと、はい、ま大変大きい手なんですけれども、えー、白はこちらにも爪があるこちらにも爪メがあるコまあ、焦げ間じまり大変硬いんですけれども、はい、このように両側にこう爪が来た時には、はい、白から厳しい手があるんです。 今までやったのは模様をあらすというねそういうつけでしたけれども、はい、今度はこの焦げまじまりを攻めるという、ね、もっと積極的なつけなんです、ね。あ、はい。つけこれは今度はねこういうつけじゃなくてですね、えー、ここへつけるんですね。内側からつけるんですか。えー、すごい手なんです。はい。これはまあこちらは普通か、はい、と思うんですが。そうですね。えー、これでもうとてもこんな石は行きそうもないと。はい。こういうのがなければ。 多分もうダメなんですね。す両側にこうあれば。ここへ入い込む手がね。強烈な手なんです。はい。よく見ると黒も傷が。あります,そうですねよね。まあ、つなげば一番硬いですけれども。ね、そうしますと、この。羽根継ぎが先手になり。で、この羽根継ぎが先手になります。はい、こちらはこのままで。 生きてるんですよね、ええ。そうですね。それでまあここへ伸びることになると、はい、この外側の黒石が客、ね、に攻められそうですね。苦しいですね。で、この白は <coughs> まあ仮にこう跳ねてきたら、はい。この二の一に打っていれば、これはこう来てもこれで大丈夫ですし、はい。それからまあこの中の方から来ましてもね、えー、こう打ってこう来ても。 ここへ打つ手がいいいでねあは,い、これはれえそう打てばこちらに目ができますし、はい、こちらへ跳ねればこちらに目ができるとい見とい,、ねね、いうことでねこのようにこ,のこういうふうになってましてね両側にこう一つずつ出ているとこの形はこのままで生きなんです。とすると黒が苦しい。でシマがこんなふうに荒らされた上にさらに苦しくなってしまうんですね。れ、ね、はたまりませんね。ね 何か成功するではないかなというね<は>考えますかね、はい、こうつなぐ手あたりで何かなかったんでしょうかああこうなってこうなってこうなりました、はい、例えばこうやって取りに行くとでしょうかそうそう、うん、できれば、ね、こう打ちたいんです、ええ、で、こういう石がない時ですとここへ下がってこの城は苦しいんです、はい、ところがこの両側にこういうふうになってますとねこの羽根継ぎがあ確実に先手になりますねますそしてはい 今度はですねこの石が働いてくるんですここでこの中で生きるのは難しいんですけれどもここへ切って逆にまあこの黒を攻めてしまうはい強烈なんですこれは、まあ、例えばこうやってえっ、ど,らどっちにし,ましょうか、えー、そうって, <laughs> てっこうなってだと反対がこれでね四目が取られますしはいまあ逆にこちらから当てた方がまだ少しは逆 <laughs> がありますがはい。これも こうなりまして二の一が筋のようですけどねはいこうなりましてこれは順番にまあ、じゃあ詰め,う、うん、詰めていきますと白、ね、そうですねでこうやって一つ押さえが打ててで、詰められるんですね,えそ,うですねえそうなりますと黒はこちらも入れば取られるこちらも取られるということで、お捨てなしで全部取られたはい。 これはたまりませんねん今下がって切られた後の図ですよねそうですここへ下がってですねこの羽根継ぎを打ってから切る手が厳しい、はい、でこういう石が両方ともないような場合ですと羽根継ぎを打ったらゆうゆうとここへ繋いで、はい、そしてこの中で生きようと思ってもとても生きられない、ええ、状態なんですねまあ、こう打っても <laughs> こうな まあ両側から狭めてこれは五目長でと、ね、いって取れるんですけれども、はい、おこのようにこちらにもこちらにも石があるという時にはつがなきゃなりませんそこで一きに行くのではなくて切る手が厳しくてこの下がりもうまくいかないはい困りましたね。えー、そうかといってねこれこあ最初に戻りましょうか跳ねるも考えられますか。 跳ねるのもね。はい。これはこう打ってこちらの方とつながりますのでね。え、これでも苦ろく苦しいですね,ね。こうまつないでこうなるのも苦しいですね。はい。締まりであっという間に荒らされてしまう。そうですね。両側にこうきますとね、えー。えの付けが厳しくて。はい。今こちらに打ったんですが、例えばここだけこう行きに行くとかそういうことは。あ、そうですね。えー、その手も。 有力な手ですけれども、ここへまた下がる手が厳しい手。はい、これはこちら出られると嫌ですか。で、ここへ曲がられると。はい、これこ目がないですね。えー、例えば、まあこう打って生きようとすると、こちらへ打たれるとですね。ここだけでは目ができない形。はい。あ、そうすると逃げていかないといけないんですか。そうですね。そうするとこちらとこちらの白地が固まってくる。で。 もう一つ変化をやりますとこの付けに対して、まあ、これとこれをやりましたから、はい、こうくる手もまあ考えられる手ではありますけれども、はいはい、こう逃げてもらえるとこれはちょうど楽な感じ、ね、連絡できていいんですがね、はい、ここへこう出る手がありましてこれれは取れないんですかえあのこういう石がなければ危ないんですけれどもここへ押さえて、はいえー、そしてここへ跳ねて。 でここへ掛けついて、はい、つ、まあ、がないといけないですね。つな、ね、ぐとですね、まあこうやっても生きてますけれども、はい、もっと厳しくここへ切ってしまう。これえっ、ー、と先ほどもこちらからでしたね。えー、でまあ取りに行くならこういう手ですけれども、<laughs> これはもうこう打たれて、とてもこの石が助かるとは思えないですね。こう当てても。はい こう取られてましてね。めわりめなしですか。<laughs> そうですね。これはもう黒が悪いと。はい。いうことになります。はい、まあどうっても今。今全部やってみたんですよね。ダメなんですか。ということはね。はい。ここで大事なことを一つ申し上げます。このように小ゲマじまりと言っても両側から詰められたときには、はい。いって入れておかなきゃいけない。ああ。 必要な手なんですね。そうそう。これを打たないと、はい、これが厳しくなります。で、この手が打ってあると、こう来ても、こう来ても、この下がりが打てる。つな<あ>、ね、いであるんですね。そうそう。それで、えー、この羽根つぎを、ね、打たれても、ぴったり繋がっています。これは先ほどやったように、この羽根で。 できないんですね。あの白が行きませんからね。はい、この飛びが大事になって飛ばなければこのつけが厳しいというわけなんですね。うんはい、今あの軽マシまりに対していろんなつけやってきたんですが、うん、外側のつけや下のつけや内側のつけやいろいろ手段があるんですね。そうですね。模様を表すときには外側からつける。はい、そして、えー、周囲の白が強くなったらこんなつけもあるということでね。はい、まいろんなつけがありますから、相手の締まりがあったからといってね。 えー、いろいろ手段が楽しめるわけなんですね、はい、ぜひ使ってみてください <music>、えー、それではこれからは付けからの荒らし方まあいろんなケースについてお話してまいりましょう、はい、先ほどは締まりへの付けをいくつか教えていただいたんですがそうですね小物からのね締まりということだったんですけれども いろいろなケースにこのつけという手が使えます。はい。で今こういう局面で、えー、黒の手番なんですね。はい。えまあこちら方面はだいたい収まっています。で焦点はこの白の模様なんですね。はい。よくこういうところ三三からあらすのを見かけるんですが。そうですね。それもあの立派な荒らし方と言えますね。ただまあこの場合はここに広い。はい。 開きがありりますこちらよりも広いんです、ね、そうですすねねそう広い方から押さえようでこうなりましてうんまあいろんな打ち方ありますけれどもね例えばまあこんな二段バネという手を使ってですねこうでしょうか、はい、こんなふうになりましてはい、まあ大丈夫えー、そしてまあこういうふうに、ねうん、なりますと、まあ、受けですか、はい、こんな感じになりますと大きいんですね全部。えー かなり大きくて、ここをまあ荒らすのが難しそうなんですね。はい。まあよほど隅の字が好きで荒らすのに自信がある方はこういう打ち方をしてもいいと思いますけれども、う,ん、うん。こういう場合にはね、はい。三三以外には、え、ね、三三よりも、ええ、この付けの方が後が楽なんです。あ、はい。でここへ打ちますと、まあ白は打つ手は効果効果ということになりますね。外側は。 あ外側ですか <A>、うん、外側に打ちますと、はいえー、今度はここへ跳ねる手がいい手になりまして、はい、これは例えばつな、まあ、ぐでしょうねつなぎですかね、えー。とここへこうつなぎまして、はい、押さえで,しょう、はい、でこういうふうに打ちますとここで生きることができるそしてまあオえは打ちますか押さえたらこれで生きて。 はい、でしかも、えー、今度この切りりのの狙いがありますね、はい、今のところは主張は白がいいんですけれども将来どこに黒石が来るか分かりませんよね。えー、例えばこの辺に一つ石が来ただけで状況が変わってくるきますね。ねこれ一つこう打ってからここへ切れば主張関係は今度黒がよくなる、はいで。そういうこともありますからこうなったらここへ行っていります。はいでこれで え先手が取れる、はい、先ほどは白番でしたが今度は黒で。ですからまあ例えばねここへ打てばだいぶここのスケールが違ってくる、はい、それから三三よりも少しこうこちらの広い方にね黒がめり込んでいると、うん、そういうメリットもあるわけです。はい、えですから外から押さえてきた時には、えー、隅で生きることによって三三に入ったのよりももっと効果を上げることができる。 はい、でまあ白は選択権がありますから、まあ、普通はこの隅の方から押さえて隅の地をがっちり取る方がいいんです。まあ、それならここへ引きましてね、はい。では下がって攻めるんでしょうか。はい、そして、まあ、前にやりました手を使えば、まあ、ここでこうケイするのが軽やかな打ち方、まあ、曲がってもいいんですけどねこうイマしましてもしこちらの方へ来ればこうつける手が。 ね、ちょうどいい調子ですね。はい、でまあ出てくればちょうど。これは押さえ。見たことあるえ。あ、まあそこまで出ます。え、まあ、そう出るかどうかわかりますね。こちら打つかもしれませんけどね。はいはい、いずれにしても、この当てが効きまして。骨こことになれば、こちらが弱くなる。はい。これは白はあまりよくありませんから。えー、こうやったら、これ消えましたら。並ぶんでしょうか。はい。で、ここへ詰める。 これで、えー、ここを大きく荒らしたことに満足できるんです。はい。で。なお。ここでね。こうしてくるかもしれませんけどね。あはい。押してくる手は、まあ、普通は損なんです。これは跳ねてす、ね。そこへ跳ねて。そして、まあ、つなぎですか。それで、まあ。こちらの方へ。打ってもいいですしね。あるいは、隅の方に、こう伸びる手も、大きい手で、隅を大きく荒らすことができます。で、はい。うん ですから白としてもこの下がりが、まあ、字としては一番大きい手一番自然な手なんですけれどもこうなって並んでここで白は、まあ、この碁ですとこういうところですね。こんなふうに打てば、まあ、もう一手ここへかけていればもう完全な収まり方ということが言えますね。はい、このの広い方側がが荒らせたのが 良かったんですね。そうなんですね。白が隅を大事にすれば広い場所を荒らすし。外側から来れば、隅を大きく荒らす。で、このつけは、まあ、実践で、よく使える。手ですよね。はい。で。え、そうですね。で、こうなってこう。で、まあ、今のでもう十分なんですけれども。はい。ただ、ここが広いですね。あ、そうですね。広いですから、もうちょっと欲張った打ち方も考えられるんです。はい。 というのはまあこう打ってこうなればここ固まったんでねもっと欲張れば黙ってこう打つと。はいこれはあの押していくとどんどん大きくなりそうですけどもえそれはもう,こう跳ねてこういうふうに打ってもいいんですね。いずれにしてもこれが弱くなりますから、はい、あごめんなさいこれないですね、はい、えこちらへ何か守ると先ほどとじゃあ,、まあ同じことにしましょうそれで効果。 まあこの辺に打ったことしましょうね、はい、でこれで一応一段落ですけれども、えー、この後これだけここが広いとですね、はい、何か狙えるんですか、うん、まだここにも狙いがあるえつ、ー、けという <laughs> 手がね<っ>こういう場合にも内側つけるんですかそうなんですね有力な手段、はい、まああまり早い時期に打ちますとねこの位置が弱くなりますけれどもまあこれがしっかりしたという段階ではこういうつけも有力なんです はいこれは、えー、え伸びれば、ね、例えばこれで取りに行すか例えばこう跳ねましてねこんな風に打ちましてはい当てを利かしてこう打ちましてえここまで必然のようですよねはいそれでここへ打つとなんかちょうど何か覗かれたようなこれは繋いで繋げばああこういう風うに打たれてね、えー、逆に白の方が心配ですよね、えー、ということになりますからはい 結構こ,こういうとこでも隙があるものなんです。うん、ですからまあ白としてはこう上から跳ねて、これも黒はこういうさばきの手でいきます。はい。切ったりすると,たりするとねこうなって、え,ー、えそれでこう曲げますね。あはい。これは繋がないといけないですね。繋ぐとこう出てきましてね。さっきと同じ位置に来てしまうんですね。これもうやらしいんですよ。こう打つとこう。あ。 がありましてと手が見合いになるこんな手もありますので、ね、結局まあ結論言いますとここへあごめんなさいここへつける手が厳しい手白としてはこう打ってこう打った時に上から当ててそしてここへ繋いででここへ伸びると<あ>まあこんなことが。 予想されるんですけれども、こんなに荒らされてしまうんですね。ですからまあこれはかなりまあ高級な打ち方ということは言えますけれども、はい。まあこちらで付けで荒らして、またこ字付けで荒らすとね、ええ、どんな付けがね,ねえ狙いとしてあるんですね。まあこれは難しい手ですけれども、この付けはぜひ、ね、え覚えていただきたいですね。はい、えこの後は。 プロ同士の実戦なんですけれども、はいえー、ここで黒の手番です。えー、今白がこの左上方面ね、がきね大きいですね。えー、先ほどもやりましたが、はい、こういうところに入っていくときに、はい、まあ三三ももちろんありますけれども、うこう押さえられてこちらが広くなる。はい。普通にかかっていくのは、あ、かかる手も考えられますね。えー、それだと今度こう下がられて。はい。 うん。まあこれまた覗きを打って重くしてここへ守ると。なかなかつながるまで苦しそうですね。そうですね。まあ、はい、死ぬことはないんですけれども、どっかにつながるんですけれども、つながるまでにこのダメを打たされるというのは嫌なんです。はい、なるべくこの中でこう早く根拠を作ってしまいたい。じゃあ先ほどもやったつけからでしょうか。そうですね。<っ>こういう時には、はい。<っ>こう広い方側に。 ね、こちらでちょっと待ってこちらにつけると <laughs>、はい、これは失敗ですねこう打ってもこれが待っていまして、はいえー、開けませんから、うん、広い側につける、はい、でこれでもし外から押さえれば先ほどやりましたこうやってつないですねそしててこうなっ方向が違いますけれども同じなんですよね でこう先手で大きく荒らすことができるはいそしてまあ今のですとね白も後手になって大抵の場合はあまり得策ではないんですで白としてはこの隅の方から押さえる方がまあ普通なんですねはいこれはこの手でいいんですね、はいはい、で白もこの下がりがこの隅の地を取りながらこの黒の西を攻める、はいうん 絶好の一手になります。はい。先ほどはこう打ったりこう打ったりしたんですが、すねまあ、普通はこうなんです。まあ、はい、こう先ほどこれもあると言いましたのは、えー、後でこの辺りに何か狙いを持っている場合。はい。まあ、この場合は白もこちらが強いですから、もうこの中を狙うのはこの後では難しそうです。先ほどは黒石がね、こちらの方にありましたから、はい、まあ多少向きを。 えー、この狙いが残っていたんですけど、まあ、この場合はこう打って、はい、あ固めててしまってもいいんですね,そうですねこの辺りはもう白が随分手数をかけているんですですすから黒がこういう中に入って生きるとか、はい、そういうことは難しいですよね。うん、でまあ普通はここでこう打って、えー、下がって、まあ、この場合ですと桂馬ですかこんなふうに収まって、まあ、これでえ黒十分なんですけれども、えー、ここでね またすごい筋があるんですね。はい、ここで一つつけました。あ、どうしてそこに付けるんでしょうか。ええー、何か受けられてて何かあるんでしょうか。え、あのー、まあ例えばね、これに対してこうとかこうとか、はい、まあ受ければまあ効かしになってる。あ、それだけで。えー、効かしになってるってことは上に打って下に受けさせるわけですから。はい。えー、こういう石がまあ将来の戦いで。 何かと働いてくるはずだとこの交換なら黒が悪くないんですと、はい、いうのはこの中に打ち込む狙いがないところだからですね<ー>これは利かしですであるいはこちらへ来れば今度はまあこうこういう手も効きますしこう,こういうのも効きますね他の場所が効くんですね,ねそうするとまあ将来何が起こるか分かりませんけれども、はい、例えばこういうところへ入ってったときにこの白が逃げてきたとそういうときにこういう石っていうのは必ず働くはずなんです、うん、そこで白も えー、このあたりはまあ自分の強いところですから、自分の強いところで聞かされるのは悔しいと、はいはい、いうことでこう反発しました。で反発されたらまあそれに対する手段も用意してあるんです。この付けもねこう付けだけ覚えてもねこう打たれたら困るということではいけませんね。はい、こんな手だとではこうですか？こうやってかえってこの石が重荷になってくる。 あ、これは利かしとは言えないですね,いい,ねいいとこ跳ねられた感じですからね、はい、これこうなっていれば利かしですけどもねこうなってますとかえって重荷になる、はい、しかし跳ねてきたということはそれだけ真っ白の方も隙ができるということになるんですねでその隙をうまく捉えてこう跳ね返すんですこちら側ですかはいではい取 そこれまあこの断点が怖いといってこうつなぐとこれでこの一目視聴で取れますから、はい、これはあの大きな戦果ですからでこう当てて、うん、そしてここへアテるこんな、はい、あ実戦の経過をたどりました。うん で、ここで実は白も打つ手が難しいところなんです。あ、そうなんですか。ええ、これは、あの、逃げ出していくではないんですか。あ、そうですね。ええ、こう逃げ出しまず、考えられてですけどね。まあ、とりあえず主張では取られない。はい。ですが、はい、真っ黒はこう打ちましたあ、はいで。繋がるみたいですけども。ええ、これでね、全部取られそうなんですね。これが。主張で取れないとね。ええ、しかしね、こう打ちまして。はい。 でまたこの当てを打つと。はい。と抜きですね。打った石みんな、ね、取られちゃいました。ね跳ねた手も全部取られました。何やってるのかというところですが、うん、取られた代わりに黒はここに石が並びましたね。はい。これが厚みになるんです。もうここに二間に開かなくてもね。<A> ええー。大丈夫そうなんですね。じゃあステイシンしてずいぶん強くなったんですね。うん、そうなんです。で強くなったらは,はい。厚みは 攻めに使えというね、格言がありまして。今度はこの辺肉入ってくんですね。まあ。例えば、こう入ったとしましょう。で、隅を受けたら。こういうふうに打ちましてね。この白を攻めていく。はい。で、これは逃げていこうとしても、この辺は黒っぽいですよね。この辺の断点っていうのは気にしなくてもいいんでしょうか。え、それはね、こう打ちまして。はい。切ります。なんかね、こういうふうに打たれると、この二目が。 まあ取られますのでね、えー、嫌だなと思われるかもしれませんけれども、こういうのは捨ててしまえばいいんです。はい。捨てればですね、ますますここが強くなりますね。はい、でまあ、でもこういう風に持ってれば。ここ取ったんですが周りがずいぶん弱くなったんですね。すまたね、こんなところも切ってくれたら、はい、むしろ黒としては歓迎なんです。こちらから当てて。 ね、伸びればまたどんどん押しましてね、はい、こんなことやってるとここが <laughs> え大きな黒字になってしまい、えー、ますこれは白が失敗ですけれども、はい、このようにこの2目をねこちらを切ったりこちらを切ったりしてくるのは歓迎なんです。というのはねこの辺りはまあ白の勢力圏強いところだったんですね。はい、そここにまあ黒がが軽くかかしたたといいううううよなですらは、えー、捨てた方が いい結果になることが多いですね。はい。このつけからのさばきでは、ステイシュを使うケースが大変多いんです,あ多いですね。<え>はい、まあ実戦はこの白逃げなかったですけどね。ええ、まあ逃げてくれば、こんなさばきで。ステイシュを使って、局面をリードすることができるんですね、うん。はい、なかなか白模様だったみたいですが、あっという間に。黒のペースになってしまうんですね。ねこんな打ち方ができたら、楽しいですね。はい。ええー、今度はこんな局面です。はい。 えー、今黒がまあここへ守ってねあのいいとこですよね。え,<っ>え<っ>手堅く地にしているような感じですね。う,すねうんまあ、しかし、まあ、この辺りが少し薄いような感じもしますね。はい。でここで白はまあこの黒模様に入っていきたいんですけれども。はい、えー。これはどの辺から入ったらいいでしょう。あ中に入るんでしたら例えばまあそうですね<っ>その打ち込みはまあ立派な一手と言えますね。 えー、まあこれですとこうですか。はい。一応開きが打てるみたいですが、えー、これもなかなか一般な打ち方ですが、まあここに黒石がきますのでね。はい。うん。あと攻められるですね。そうですね。それほど白が上手くいったとも言えませんね。はい、えー。で、まあここもいいところなんですが、えー、今までやりましたこのツケで荒らすト。 いいう戦法を使いますとねこ一見にあってもまだ付けが効果的なんです。と言いますのはね<え>ここにこう4手もかけてますね。はい、とまあこの中で生きるのは難しいですね。はい、そうかといってまあ三三なら生きられますけれどもこれはこう抑えられてこちらが大きくなりそうですうこれも面白くない。<え>でまあこれも有力な手なんですけれどもうんここへつけるのはね面白いです。はい 今まではもうちょっと離れたところでつけてたんですがこれが近くて何か変わってくることはないんでしょうかうで,、ねええええ、でもまあこう隅の方から押さえればここへ伸びましてはい、うんえー、そこでこう曲がりましてねまあここはもうどっちみちも固めても構わない場所でこれだけ白石が強くなりますとここで先ほどやりましたこのお手がね はい、この黒を攻めながらここを開く絶好の一手になります。で今度は、まあ、黒が飛んでくればちょうど飛ミと、はいね、これはうまいですね,ですね,ねこれが利かしになっているとこういうわけなんです。ですから、まあ、黒は普通はこの隅の方から抑えるんですけど、ねはいこの場合はこの黒石が攻められそうだとこういう場合ですからね。 えー、まあ外から抑える方が良さそうなんですね。はい。これは今までやりました。がここに跳ねるんでしたよね。そうですね。で普通はここで、えー、付けからの羽に対しては、まあ、むやみに当てないで黙ってつなぐのがまあいい手なんですかね。はい。そうすると、うんえー、これが一見の場合にはちょっと違うんです。一見の場合だとこうつないで、ええ、まあ今まではこういうこういうのをやってましたけれども。 はい、ここへ押う二間とかこうね広い場合だとこう打って下がればまた曲がりが打てると、はい、そういうメリットがありましたけどこのかけつぎが立派な一手になってますのでねこの時にはこの一間の場合に限ってはですね、ええ、ここでこちらへ伸びてしまった方がよさそうそうなんですか これで、押さえると。そうすると、この一見の今度はマイナス面がありまして、はい、これが少し腰高ですね。あ、高い位置にあるんですね。この滑りが絶好になってくる。はい。これは。こうやって。で、いいでしょうか。こういうふうにつなげば。はい。この中で、生きることができるんです。で、この後、まあ、この石の生き死にをやりますと。黒が、こう、跳ねてきても。はい。ここへ打つ手がうまい。手です 目ガたちに打つんですね。こう打ってもこうですね。はい。で、これで真ん中に来ても,もここへ打ってこことこことで2眼生きてます。はい、で、まあ生きた上に後の狙いとして、まあ視聴関係が良くなったらこの切りが狙えますね。また覗きも狙えますから、えー、黒はいっていると。はい。これもね先手で。 生きてしまったんですね、えー、かなりの嵐ですよね、はい、こうっておいて中央へここでも打てばね、うん、この模様も消えますからえー、えーまあ、黒としてはまあこう繋ぐのが普通なんですけれども、はい、おこれもしろ十分の分かれということが言えますまあ繋いだんですがあのいつも心配なんですがこういう手ってないんでしょうかあそうですねそれは <laughs> 気になるところですね、はい、こう打ってこうペチャンコにされそうなんですけども、えー そうこれはなかなか強力な手でね、えー、白も受け方を誤るとひどい目に合いそうなんです。で、まあ、こういうところずっとこう張っていけば生きるんでしょうけどね、こう、はい、どんどんこう張っていけば生きるには生きるでしょうけれども、まあ、かなり張らなければならない。はい、ここが熱くなりますから、まこれ繋いでくるんでしょうね。はい。で,でまあ、こう跳ねつげば生きますけどね。 ししかここで白は後手になりますからこういうところ打たれるとあ。あなんかあんまり荒らしたような気がしないですね。そうですね、えー、まあ生きればいいといとうわけでもありませんでそこでですから今の当てて横へ伸びるという手段は大変こう有力な打ち方なんですがし、はい、かしよく見ると黒も頑張ってはいるんですけれどもこういうところに隙がある。はい、こう断点が2つある時は 一つ切ってみると面白いんです。はい。こうって繋がせては面白くないんですね。えー、切ってみます。これは上から打てば取れそうです,そうです、ね、けども。で二目にして捨てようはい。二目にして捨てます。でこれでもうこちらへ打ってもこれは抑えられて無理ですね。はい。しかしこの二目をまあこちらから当ててでここへつけてステージにするんですね。うん、はい。<laughs> でステーにしてまあ隅に入り込みました。はい。でこれだけではなんかこう生きるだけという感じですよね。ねまた入、はい、えば骨、はい、伸び入って伸びて伸びていくんで。えこれじゃ先ほどと大して変わりません。しかしここで白は一つ切りが打てましたね。はい。これを利用して、えー、ここでいい手があります。えっとよく こういうところに打つ手を見たことあるんですけどそ,うそれもなかなかあのいい筋ですけどね、はい、これだとこうなってこうですか、ええ、ここへ曲がられてですね、はい、跳ねると、ま、こう切られてあ、はい、これは上から打つわけにはいかないんですけどもちょっと窮屈ですか <laughs> 上から打つとこう当てられてね、ええ、こう曲がられて 苦労が助かってしまいますね。ちょうどここにいるんですね、ええ。ですからこう跳ねられないということになるとやや窮屈なんですね。はい、で今の付けも筋で、まあ手筋にこういうのあるんですけどね。この場合はここを打った方が面白そうあ、そうなんですか。ええ、ここ一本出られるとこうメガたちがなくなるような気がするんですけど。そう,そうなんですけどね。ええ。ここでまあ曲がって、ねはい、こういうふうに来られるとなんとなくこう、うん、苦しそうには見えますが、ええ、ここの切りが 働いてきます。ここでこう跳ねる手が絶妙の手なんですね。はい、これは切ったらどうなるんでしょう。でつなぎましす。な何かこう一線にしがいってね、良、えー、くないように見えますけれども、はい、黒の方もこれで次に取られますから、らま,ね、まあ当たりと打っても伸びまして、押したいけれども守らなきゃいけないんです、ね。そうですね。切られちゃいけませんから守り、それでこう曲がりとなると。あ、それからここはもうダメですし。 なんかうまく。そうですね。しうこう打っても、これで止まってますからね。うまくいきませんね。はい、まあ、こう跳ねれば、こう曲がっていれば。どうですか。逆に、この黒が取られてしまいそう,、ね、そうですね。何かこう低いところからですね。はい、ええ、じわじわっとこうきましてね。えー、黒のこのダメ詰まりを狙って、見事な。打ち回しなまあ、これは黒まずいですからね。はい、まあ、黒としては。まあ、一つ飛んだ時に、まあ、では。 まあ打ってもいいと思いますけどね。取るんですか、ね。黙って取った方がまだ被害が少ない。しかし、それもここへ打って、まあ飛びですか。はい。飛びの飛びということになれば、はい、うん。白は隅に入り込んだ上にここも突破している。うん、これもしろ成功なんです。はい。で、ここではまあこのつけがいい。そして、てまあこの飛びがね、はい、まちょっと気が付きにくい。 攻守なんですね。そうですね。あとここの切りから捨てるっていうのも知らないとなかなか打てない手ですよね。そうですね。ステイシーを利用した見事なさばきでしたね、はいえー。今度は今までとはちょっと違うパターンなんですけどね。はい、えー。ここで黒の手番です。はい。もうお互いにほとんど収まってますね。ええー。もうこれですとあとは字を囲い合うだけと。はい。早くも寄せに入ろうかと。 ねええ、そういう雰囲気もしますけれども、えー、ここでね、えー、この上辺の白に対してね、はい、黒から何か狙いはないから。あ、荒らしに行くんですか、えー、もうねほとんど <laughs> 完全ななような気もす,るんです、えー、そんな感じもしますがね、えーえー、ここですごい手がありましてねはい、えー、今までやりましたつけで荒らす、はい <laughs> ね、でもつけるとこたくさんありすぎてここにつけるのはどうも 良さそうなんです。はい。あの、でも、どうしてここはいいんでしょうか。こ、ね、こにも。いろいろあります。た、例えば、まあ、ここに、えー、しましょうか。えー、はい、えー。こういうところだと。そうですね。例えば、こう取られて。果たして、こちらを、まあ、破れるかどうか、も難しいですし。はい。こちらの方で生きるのも難しいですから。取られたら、被害が。大きいです,、ね、ですね。で、あの、白にとって、一番弱い場所というのは。はい。この辺りの連絡なんですね。 そうなんですか。はい。で、ここの桂馬とこの二間開きをね、うまく。その隙を突く、というのがこの手なんです。はい。これはすごい手ですので、ちょっと、ご覧いただきたいんですが。まず。ちょっと怖いんで、内側から。そうですね。こういう。手が一番無難なように見えます。普通はこれで、まあ、こんな手ですと、こう。渡れますよね。渡られて、どうということはないんですけれども。ここで、こういう切りを。 はい、さっき上から取ってましたけども、えー、そうですね、先ほどこちらの方ですとね、はい、えこちらの白も強いのでこの辺りがうまく破れたとしてもそれほど戦果が上がらないしかし今度はここを当てるんですねい,いですかえーまあ、取りか次かはい。ここをつなぐことになるとあこの白もちょっと助からないですねそうですね、えー、これは白が大損ですあはい。こうなってこんなことになるとね一目ぽんぬいたと、うん でも滑った石が捉えるというのはね。はい、えー。黒大成功と言いますね。糸が切れると一番いいですね。そうなんですでまあそれは今、うん、悪すぎますからこちらへ当てればはい。えー、今度はこの二間開きをこのようにそう堂々とね破ることができますすごいですね、えー。ですから一番この白の弱そうなところがここなんですね。はい。 白は今こうやって全部ダメだったんですけども、はいはい、上からみんな取りにいったらどうでしょうか。そうですすね、まあ、これが一番黒にとってはは怖いい手で,す、えー、で今度はこの切り違いなんていう手ですとここへ取られてこう打っても、うん、これはどこも切れないですね。そう、つなぐ手手がいい手でね、はい、それで切れないからこれは黒失敗なんですが、えー、今度はですね黒がここに跳ねる。あ、はい それはこう当ててここへ当てて、はい、ほんぬかすわにはいかないですねでこうつなぐとここをはみ出してしまいますっていうことは今抑えられなかったんですね,ですねつけて跳ねて跳ねたときにこのぐらいですかそうです、ねえー、こういう切るのもこう当てられて同じですね、えー、こ先ほどに戻りますからこうなりますさあこれで黒は 中央へは出られませんしかし今度はここはかなり広いですので、はい、この中で生きてしまうこんなところでもね、はい、こちらがかなり広いというところが、まあ、黒にとっては、まあ、プラス面なんですね。こう打ってちょっと形悪いですがね二目の頭を叩かれましたけど私ここへ跳ねますとそう打ちたく段に押さえてるんですが、ねね、普通はこれでこんなのは窮屈で。 苦しいように見えますが、えー、まずここへ当たりを打ちますそしてこの両当たりはもうかけられても構わないですからね、はい、これ当ててしまうんですということはこうやっても、ね、これはこう抜きましてね 2>,、はい、2目取られましてもまあ、これはこう跳ねてもいいですしね、まあ、こちらへ飛び込みますかねあもともと白の字だったところです、ね、そうそうこちらを大きく荒らすことになりますから、はい、これも黒成功なんですんですから えー、こう当てまして当てをいっ,ったら逃げなきゃいけないんですね,、はい、そ,ですねそこで、うん、こう駆けつむと。はいこれで生きてるんでしょうかえもう生きてますねこの辺に駆け目にしに行くこうして、は<っ>り込んで、うん、この手はいい手ですね駆け目にする手筋ですはい。しかしここは駆け目になりましたけれども こちらの方でこう打ちましてこうくればこれはこちらでえこれはこちらでも同じですねこちらに打ちますからこういうわけなんですね見事に生きてしまいましたもうちょっとこれ白も抵抗の仕様がないあ、あんですかいや、ないでしょうねどう打ってもこの黒全部を殺すことはできません例えば こう跳ねた時に、ここへ伸びたとしましても。はい、まあ、この方が黒に調子を与えないですけども、うん、これもね、こういうふうに懐を広げました。で、また、まあ、こういうふうに広げました。まあ、何かを受ければ。はい。もここでね、打っていれば。ゆったり、いったり。ゆゆと行きますよね。中に何か、こう行く手はないんでしょうか。あこうですか。はいああ。それは、また厳しい手ですね <laughs>。急所ですね、これはね。しかしね、まあ、こちらの方、まあ、捨てて。 これ今度はこちらの方へ広げて、まあ、何か受ければ、はい、まあこれはもうどう打って、まあここへ打っててもね、はい、え十分2つ眼形がありますから生きということになるんです。はい、ですから二目の頭を叩かれるちょっと形としては悪いんですけれども<え>えここへ <laughs> ぶ,んぶつかって跳ねるとこ、はい、ういう形になると。 生きるんですね<ー>ですからじゃあ白としては困りますねこれそうですね下へ跳ねると切り違えられますし <laughs> 上に跳ねると跳ねられて中で生きられてしまうはいであとは,あとはどんな手があります下跳ねと上跳ねやったんですか上伸びですかえー、上伸びも考えられますかね、ええ、これも堂々と下がってはいえっ、ー、とこれは出られてしまいますよね,そうですね こちらでしょうか。こちらへこう広げましてね。はい。まあ、これもこうぶつかりまして。はい。うん、そうですね。それはもうこうあました。これ、背中か、まあ、さっきのと似てる形ですよ、ね。そうですね。<laughs> まあ、このように簡単に生きてしまいます。はい、まあ、黒はこちらの方へも広げる手もありますからね。まあ、生きるのには不自由しない形なんです。で、そこで、まあ、白が。うん、どう打ってもね、うまくやられますので。ここを荒らされないようにするためには。 まあ、こう打てば、硬いんです。あ、はい、これで、まあ、これ以上、はい。あ、あまり、こう欲張ると、これで。危ないですね。今度は、あの、さばきの筋を失ってしまいますから。はい。こうなったらね。うん、今度は。白を、へこませたことに満足する。あ、これだけで、きかしですか。そうそう、こういう呼吸が、大事なんですね。<ー>えー、白の方が、誤っているのに。さらに、追求すると。どうなりますか、はい。怒られちゃいますよね。ですから、そこ、誤ったら。はい。 仕上げる。これが大事なんです。うん、はい。とも言って。ええ。もういってかかりますねえ。だいぶ手間をかけてくれました。はい。その間に、まあ、この部分で言えばですね、ここへ飛び。これを打ちますと。あ。ずいぶん大きくなりました。素晴らしくないですね。はい。これに対して白が受けてくれたことになってるんですね。そうですね。<っ>そうそう。この辺りに、まあ、黒が打つでもいい手ですけども。はい。この時に、こんなところへ打ったと。あ。はい、それで。うん。ここへ飛んだと。こういうのと同じですから。すごい利かしですね。ええ,え、利かしになってる。る ね、こういうつけも、覚えておかれるとね、うんはい、実践で使える形ですね。で、まあ、これまで、つけで、荒らすというね。はい、ええー、いろいろやってきましたけれども。うん、つけで荒らす手を覚えますと、相手の模様が怖くなくなります。はい、ぜひ実践で使ってみてください。はい、えー、今度は、さばきはつけ。 というテーマでお話いたしますまあ、これまでもつけて相手の模様を表すとやってきましたね、はいはい、でまあ今度も似たようなお話なんですけれども自分の弱い石をつけることによってさばくと、はい、そういう方法をお目にかけたいと思いますで今ここで白番なんですね、はい、え黒がここへ打ったところまあ、実はね、えー、この黒模様 立派な模様ですけれどもね。はい、広く見えますね、えー。ただやや隙があるんです。はい。本来ならば、まあこの辺ですね。今こうさんさんに肩をついて模様を張ったんですけれども、まあ例えばこういうふうにえこのくらいに盛り上げたいところなんです。はい。それを省いて、うん、さらに模様を広げたんですね、えー。広げたんですけれども、うん、この辺たりに隙がある。 どこに隙があるんでしょうか、えー。これが少し頑張った手ですから。はい。あ、普通ですとこうなってたりするんです,、ね、そうですね。まあこの方が落ち着いているんですけども、これはもっと模様を盛り上げようという気持ちが現れています。はい。その分ここに隙があります。はい。でこれをですね、ちょっとうまく荒らしてみようと、そういう打ち方を目にかけたいんです。はい。でまず、えー、まあここへ打ちましてね。 ここが急所なんですか。次に今度こう打たれてはたまりませんから。黒は抑えますね。はい、ええー、そしてこういうふうに。はい。えー、っと、まあ飛びぐらいでしょうね。はい。まあなんとなくこう二 <まだ S 2> 着打ちました。安定してないみたいですけど、えー、そうですね。なんとなく今打ってる状態なんですけれども。そして、はい、だんだん形が整ってきます。ええー、ここでこういうふうにね。 こすむんですか、ねこ,れね、これはどういう手なんですかこれは次にここへ跳ねますとはい押さえますこういうふうに跳ねますと掛け継ぎになってるんですね,ねこれはもうたちまち生きちになりますはいそこでじゃあ黒は下がるんでしょうかそうですねとまあここに白石を三つ持っていきます、まあ、これだけでもかなりこの部分の嵐は成功ということが言えるんですが、はい、まだ。 形は完全に整っていませんね。はい。これはあの、うん、上に出ていくんではいけないんでしょうか、うん。そうですね。普通ですとまあここへ飛んでこちらとの連絡を図ろうと。はい。こういうことを考えるのがまあ自然な考えなんですけれども、しかし何と言ってもこの辺りは黒の勢力圏です。はい。こういうまあ普通の手ですね。そ、えー、れで良ければいいんですが、うすね、こういうふうに覗いて。 もたれ攻めと、はあ、こう来られますと、はい、跳ねるとちょうど絡みになですね,ですね、まあ、伸びても、えー、まあやはり並びですか、はい、こういうふうになりますとまたこう打つと、ま、たここへ覗いてあ、はあ、こちら側にもたれられて攻められるんですね,ですねいつまで経ってもこれが苦しいと、はい、こういうことになりますこのように、えー、苦しくなったときはもともとこれはしょうがないんですけどね黒の勢力圏ですから 苦しい時には「さ、え、ば、ー、きはつけという格言を頭に入れてください。これを思い出しますとねいい手が発見できるんです。はい、つけつけと言いますとこちらで,しょうかそこですね。ま、はい、まずそこへつけますで黒はこれ押さえれるようにしてここでそうこがツ引きなんですけども、うん、つけ引きですがつけ引きでは黒にこう下がられまして。 <で> <まだ S 1> 結局ここへ飛ばなきゃならなくなりますね同じことですね、えー、これだけのスペースでは生きるのが大変ですし、はい、黒のここの字も固まってきますね、はい、そうするとこの全体が大きな模様にな,なってしまいますね。そこで、はい、えー、こういう場合はですねつけてから跳ねたら跳ね返す二段までですかえね、ーはい、このつけからの跳ねというのが工種になるんです、うん ここはあのこちらをこう切っていくのは一つないでえこれはまあ一つこう打ちますかここへこう当てましてね、はい、こちら側に入り込んでしまうんです、まあ、これはここだけ取ってもこっちに入られちゃうとつまらないんですねそうですね、えー、ですから黒としてはまあなんとかこの辺は固めたいんですかねはいえっ、ー、とあそれはあなるほど。 ここも隙がありますよね。はい、これもこうなってここへ当てて、うん、でこういうことになりますとここがしっかりしますね。この一目を取ってね。はい、これも白のさばきは成功と言えます。ですから、うん、どうしましょうかね、黒は。えっと今跳ねられたんですね。えー、じゃあこちら側だけ攻めて。うん、そうですね。えー、しっかり。そうするとまたこう張るんです。また張ってくるんですか。えー これずっと受けてると、ると今度はこう打ちましてね。ずいぶん楽に生きてしまったんですね。そうですね。これはこの字がずいぶん減っています。先ほどの、うん、付け引きを打って下がられた。はい、これに比べると大変な目減りなんですね。そうですね。ですからまあ黒もいつまでもこう伸びてるのもね、尺 <A> ですからね。はい、まあこちら打ちたくなるでしょう。はい。そしてどうですか。そうしたらこうなりました。 ね。うん。まあ、ずっと張っていても生きてますけれども。なんと言っても、こちらを荒らすのが大きいですから。こうはい。ここ、でも、受けてると、渡られちゃいますよね。そうですね。こうでしょうか。えー、そして。こちらへ、一見に構えると。はい。根拠ができてきたみたいですね。ねあと、この辺が黒。 逆に心配になってきた感じですけど。そうですね。しかもまあこういう風に飛ぶ手がね、ええ、この黒石のまあ目が立ちまで脅かしていると。はい。でこう打たれるとダメを継がなきゃなりませんからね。うん。じゃあ黒が守るんでしょうか。そう,そうすればまあこ,こへ飛びまて今度はこの二目を取る手が残りますね。はい。えー、まあそれをつなぐ。まあそんな手ですとね、えー、こういう風うに打って。はい。まあこれは白が大いばり。 なんか黒模様だったみたいですけど、全然跡形もないですね。<laughs> そうですね。えー、まあ、あの伸びる前に先に当てても同じようなことになりそうです。はい、黒、そんなひどいことしたんでしょうか。これしてませんよ。あ、そうなんですか。そんなに悪い手はあります。まあ、黒の方に問題があったとすると。ええー。まあ、ここを手を抜いて、こちらの方へ打ったと。はい。いうために、こんなに、ええ、すごい手が。できてしまう。はい、このつけっていうのはすごい手なんですね。そうですね。つけ、えー、から。 うん、えー、つけからのさばきには、まあ、二通りあるんですね。つけから、こう切るという手がいい手になる場合もあります。しかし、はい、切るには、ちょっと、この辺の黒が強すぎると。こういう場合には、つけからの羽。<あ>そして、こちらを軽く見る。はい、もうすでに、きかした石なんですね。はい、相手に、こう、受けてもらった石、きかした石は捨てよという格言もありますけれども。 こちらを捨てて、こちら方面を荒らした。見事な荒らし方でしたね。はい、えー、これはプロ同士の実戦なんですけれども、はい、今ここで黒が。こうかけてきた。あはい。まあ、この白を攻めようというわけですね。うん、こうかけられると、あ、こうしたくなりますね。えー、でも押すと、こう伸びて。はい。押すと伸びて。はい。ケマすると。飛んで。 この後は白はここに三連星があって、それからここに打ってこの左上左辺から左上一帯の模様で勝負しようとした。ああ<ー>、うなそうすると、えー、消えてしまうんですね模様が。そうなんです。こちらには白としてはあまり打たせたくないんです。はい、黒はこの図を期待してるんですね。白はこう打ったからといって、えー、あ特にすぐ増えてことはないですからね。 ここは白としては、はい、押しちゃいけないんですね。えー、軽く打ちたいところなんです、えー。黒の強いところで軽い気持ちで打つ。押さないで、まあ一つこう飛びました。はい、これは受、OK、けでしょうか。はい。とこうなりました。しかし、まあそうは言ってもこの白を収まるのはなかなか難しい。まあ今のこれを打ってしまえば、うん、収まるんですけど、これを打たないで収まりたい。 はい、ねというところなんですがね。中でこう一気に、まあ例えばそうですかね。ええ、そうそうこういうふうに打つとこちらの方へ入り込まれます。はい。ね、こちら何かええ、まあその辺でばまあで、ね、こういうところが空いてますからね。すぐ、ね、には来ないとしても、はい、なかなかここだけでこう息形立ちをね得るのが難しい。ん<ー>でこのようにまあ正直な手でなかなかうまくいかない場合には さばきはつけという格言を思い出していただきたいですね。はい。とどこへつけたらいいでしょうか。えー、つける場所ってそんなにないですね。この辺ですか。そうなんですね。はい。ここへつけるのが。いい手なんです。でどういいのかわからないんですけど。<laughs> えー、まあ、黒はね、こう打つと。はい、まあ、これなら穏やかです。はい。これは。引きでよろしいて。はい。あと、これ引きますね。えー、で、引いた後。 まあ黒こちらも打ちたいんですけれども、はい、こちらへ打ちますとこう跳ねて <coughs> これは隅の方に大きくめり込んでしまうんです、はい。でこういうのはね案外こう小さいと思われる方が多いんですけれども意外に大きいんですよあ。どのぐらいで黒がこう下がるのがいいんですけどね、えー、これに比べますと、はい、え黒地が約12目。 あそんなに減る。んですか十二目減ってまして、はい、ということは。こういうふうになって、後でこうはねられると、こう打たなきゃなりませんね。はい、またこう打つと。あ先手で打てる。んです、ね、そ,うそう、そういうふうになってしまいますからね。はい、こう黒が下がったのに比べますと、十二目黒字。黒地が。ここの分です、ね。そうですね、減って。で、白地が。あ、こうなると、こちらにも増えますか。か、ね、この辺からずいぶん。まあ、八目ぐらいですかね。はい。 白地が増えっていうことは二0目近い二0目以上と言っていいですよねもっとですかしかもこう、はい、打つことによってここの白石の根拠がしっかりするあ大変なところなんですねですからこれはもう黒は、うん、他のどこよりもこの下がりが大きい手になりますはいでこうなりますと、えー、先ほどこの手で単にこすむと滑られると言いましたけれども助引きが先手で打てたあはいということはこちらが 先手で止められたんですね。で、これだけ打って、ここへ打てば。はい。これどうですか。これは大体収まったんでしょうか。そうですね。もうこちらこういうふうに来ても、これで止まってますのでね。はい。まあ、樹木近い字を持って収まって。そうすると、こういう押しを打たなくても、ね。あ、生きたわけです。ねすみますよね。はい。これだと黒腹が立たないんです。あ、黒で白ですね。はい。白としては腹が立たないですね。 えー、そこで実践はですね、はい、今のはどうも今のは良くなかったみたいですね、えーはい、そうですね普通こう打つんですけどねこれでは不満と見て黒が変化に出ましたでこれに対してこういうねすごい手を振ってきたんです、はい、白も怖いですけどもうそうですね白もねこう、えー、ったのではこう切られてはい、はい これは逃げられるんでしょうか、えー。逃げようと思ってもですね、えー、こういうふうに来られて、はいえー、ちょっとこれ面白い手筋なんですけどね。えー、こうこう引くのでは、今三手、うん、ダメですからね。こう頑張ってはい。これは取れますよね。えー、こ,れこちらから取ると確かダメなんですよね、えー。ちょっと面白い形ですけどね。はい。まあ赤頭絞りという。 手筋で二目にして捨ててさらに掘り込まれてはい取りますとでこんな風になりますとはいこは、まあ、つなぎ落としになっちゃいますねもうもう二手ですからはいこれで取られちゃい、ね、先に取られる <laughs>、ね、こういうのはまあね、えー、覚えておかれるといい手筋ですけどね、はい、まあそこまでしなくても <coughs> こう打った時にこちら打ってもね<あ>え十分打てると思いますけれども、ね、今面白い手筋ですのでご紹介したんですけどね、はい、まあそういうことがありましてこれは取られてしまうんですねですからこれはまずいのでこちらへぶつかると、はい、こうなったんです、えー、そこでこれは振り替わりにしているんですかそうですね白は、えー、ここへつけたということは相手が強くくればですね、はい、どこかの石を捨てて 振り替わろうとこれ非常にこう柔軟性に富んだ手なんですね、はい、うん何でもかんでも全部つなげて地にしようというふうにこう決めてかかると失敗しますね、はい、じゃあ黒がこちらを強く切りに来たら切らせてもこちらで得すればいいんですねそうなんですで黒がここへつなぎましてはいでこうなりますとつないはいこちらは ポンポンと飛んで取られてしまいそうですけど、そうですね。でもなんかこれが大きそうに見えますね。墨、えー、を取っても小さいと、はい、いうふうに一見すると見えるんですが、ええー、意外にこれが大きいんです。あ、そうなんですか。え、ここつまり黒字が約どうですかね、二十目近い黒字がなくなって、はい、逆に白が十目ぐらいできてますからね。じゃあ出入りがずいぶん三十ぐらいこれ得しました。あるんですね。で、ただですね、はい。 字を得した代わりにここが熱くなりました。で、こういう石を一生懸命また逃げようという方が多いんですよね。でもここも荒らしてここも逃げれるととってもあの打ったような気がするんですけども。そういうのを欲張り。欲張りをやりますと、例えばこんなふうにやりますとね、どんどんこう打たれていつまで経ってもこれが収まらない。まあ、例えばこういうふうに打たれたとしても。はい。 どんどんね、うん。切るかどうかの保証もありませんしね、この辺に来られてね。えー、そうですね。えー、しかもここが強くなると今度こういうところに入られて、はい、これを攻められる。はあ、多分こちらの方の模様は、もうズタズタにされそうですから、ね、特、ね、にならないんです。先ほどと同じでこっちに黒が来ると嫌なんですね。そうです。はい。で白はそこまでしなくていいんです、ね。力に自信のある方はとかくやってしまうんですけれども、五、えー、では実利を取ったら今度しっかり守ると。 いうバランスが大切なんです。ですからここで字を頑張りましたから、えー、ここをしっかり守る。あ、はい。もうじゃあ一段落っていうことですか？え、これはもう捨てようということなんですね。はい、で、ここを強くしておけば将来これが動き出す狙いが。ある、うん、こういうじっくりした手がいいんで,、ね、そうなんですね。今すぐ動くとこの辺を攻められてここへ入られて。はい。いうことですからまず守って今度動きますよとそういう気持ちなんですね。はい。 で黒はここへ打ちましたねあこれは何でしょうかあそうですねあ、これを一つ打ちました、ね、まあこれは、ね、黒の権利ですねこれはこう打ってそしてここへ打ちましたはいずいぶん大きく取られそうなんですけどもうもう白は逃げない方がいいですね、ええ、こういうふうにあはいこれはどうですかあ、こちらは取られてもこちら側ずいぶん大きいですね、ええ、でこれ天元に打ってありますから、ええ、この 模様の広げ方では、はい、白の方が大きいもちろんこれ三三に入る手とかね多少荒らされる手は残っていますけれどもここを取ってますからねそうですね先に荒らしてるんですねそうそう全体としてはね白が悪くない形成です、はい、まあここではこうつけからのさばき、はい、黒がこれを取りに来たら隅をまず得をして、うん、でこれは軽く捨てると、はい、そしていって模様に芯を入れるいい手を打ちましてね、はい、白が優位に立ったと いうね、見事な打ち回しでしたね。はい、ええー、こんな局面です。だいぶこう石が込み入ってきていますけれどもね。はい、今白がここへ守って。あはい、お互いに、今ほとんどこの字の分野が。固まってきてますね。すね布石が大体終わったっていうところでしょうか。そうですね。<っ>もうこれから寄せに入ろうかと。いう、はい、場面なんですけれどね。<laughs> はい、ええー、ただよく、盤面を見ますと。はい、このように、まあ一段落した時には。 まず自分の弱い石がどこにあるか、これを見るのが第一です。はい。自分の弱い石がもしなければですね、えええー、今度は相手の弱い石がないかと。あ、はい。これが第二です。それもなければあと次の囲い合いということになるんですが、うん、ここで黒の手番です。はい。黒の方弱いところっていうのはありますか。こちらとこちらはしっかりしてますから、あとはここだけなんですけども。ええ、そうですね。ええ。まあこれも。 まあ大丈夫そうではありますけれどもね、はい、ここに一つオサえがきてますのでまあやや弱いかな、はい。しかしまあ普通弱い石を強化するとするとまあこんなね考えられますけどこれですとねこういうふうに打たれてかなりここが盛り上がってくる。でここが盛り上がると同時にこの辺りの黒模様があまりもう発展しなくなるんです。そこでまあこれをねプロのね実践なんですけどね。 さば、えー、きはつけというね、えー、手をうまく使うんですね。はい、これでは今一つ物足りないということで、えー、よく使う手ですがここへつけるこれはそうですねまあ寄せだとこんなふうに打ったりもしますけれどね、えーえー、もうここへ打ち込むってことはほとんど考えられないですね,うですねこう打たれて、ね、とてもいきそうもありませんから、はい、いくら固めても構わない、はい、そういう場所はつけてう 打った方がいいんですね。これはでも跳ね出したら取れますよね。そうですね。ねええ、まあ白としては跳ねるかこう打つかですよね。はい。まあこう打てばここへ引いて。これはずいぶん食い込んだみたいな、ね。でまた切りがありますから。はい。つがなきゃいけないんですか。これだけで懐がずいぶん広がってね。はい。ええもう安定しますよね。ですから白としてはこう跳ね出したいところでこうで、えー、取るでしょうか。はい、でここへ当てまして。はい。 これも上から当てるのがそうですねこういうとこまあ出たくなるんですけどね、はい、出ると一つこうハワれるんですよ。あはいこれは押さえたら。オえると気持ち悪いですねこのようにこう切ってくる手がありますしね。あ切,まあ切ってこういうふうに。そちら直接もあります、ねえー、直接もありますし、はい、あるいはまあここを切る、ね、こう打ってこう打った時にここを切ってくる狙いもありますね。はい ですから、抑えるのは怖いので、引くことになる。それで、まあ、こういうことになりますと。うん、まあ、ここは食い破りましたけれども。はい。こちらは白が入ってます。うん、で、まあ、ここの終止形さ、まあ、いい勝負ですね。ええ、しかし、白に手番が回る。あはい。と、この局面では、この飛びがあ。妙にいいところという感じがします、ねすね。この厚みを消しながら。はい。で、しかも、こちらの模様を。狭めている。 絶好点も白に打たれてしまうんです。はい、後手を引いてしまうんですね。出たいけれども、出ないで黙ってここへ抑える。はい。これは大きいんですか?。え、大きいですが。うん、ここへ取ってくれれば、今度は出る。ああ、利かしになってるんですね。こう張って、白に這われて、黒が謝るのと。はい。黒がこう打って。取るのではね。はい。ずいぶん違いますね。ねもう、まあ、五目ははっきり違いますし。しそんなに違いますか?。 何よりもこの黒の根拠が安定するというプラスが大きいんです。はい。ですから白もねこう取るのはつらいんですね。じゃあこちらでしょうか。はい。こちらへ。でまあこれで黒をこう取っててもいいんですけどね。はい。えここまで打っただけでかなりこの石の強化にはなっているんです。うん、そしてね、えー、これが強くなったのでここへ肩をついていきました。はい。これは、えー、こちらで出て。 もうねこちらの黒が強いですからね。えー、じゃあこの部分ですか。こうなってこうですか。はい。もうまだ止めないといけないですね。こう,えー、こういうふうになったんですね。あ、こうなってみるとなんか模様がつながったみたいですね。そうですね。これは大変な厚みになってきます。はい、これあの打たないでここに打ったらいけなかったんですか。あ、何もなくてね。はい。別にこんなことしなくても。 同じことになるのでしたらすみませんえっとこうですねこう打ってね受けてくれれば今のようになって別に関係ないじゃないかというふうにも見えますけれどもいきなり行くのはやや準備不足あ、何か白から反撃があるんですかここが二件開きと一件飛びこれだけではこの押さえがくると薄いんですまあ一例を挙げますとこういうところからくるはい えっと、まあ、どちらにしましょうか、ええ。そうですね。そちらへ打つんでしょうかね。こちらですか、ね。ええ、はい。と、ここへ伸びて、いずれにしても、ここ継がなきゃなりませんね。そうですね。そして、ここへ飛ばれると。はい。これは逃げたいんですけど。どちら、どちらを逃げますか。両方逃げたいですけどね。<laughs> ええ、<laughs> はい。こちらを逃げると、こう打たれて、これが。まだ、目がたちが。はっきりします。こっちも、まだ、ありますよね。これも、こう打たれたら、囲まれてしまいます。はい。で、この手で。 こちらへ打つとこう囲まれてしま、はいぴったり取られてしまうそういう手がありますからすぐに行くのはやや危ないんですまだ薄いんですねそうなんですねだからここで準備をしたとはいで、こうやって、はい、これはつけるということはま相手を固めることにもなりますが自分の形もしっかりしますはいでここまで打っておいてのこれでしたらもうこんな反撃は なんともないですね,ともないですねこちらへ飛んでて、えー、これはあ、はい、まりこんなことをやりますと取れませんか、まあ、そこまでしなくても <laughs> こういうふうに打ってましてもね <laughs>、はいえー、この石が苦しいですし一目取れ,取ればもうすぐに生きていますしまたここも打ったままですからね,そうですねこれはもう白が打ちすぎということになりますから、はい、これだけ打ってあるとこう受けざるを得ない。 そこでこういうふうな打ち方に、白もしょうがないですね。そうですね。まず自分の足元を固めると。はい。そのためにこう付けというのが有効な手段になるんですね。えー、今黒がここへかかったところです。はい。えかかられるとここに白の厚みがありますから、白としてははい挟んで攻めたいですね。そうですね 一番厳しくそうですね。はい、そこへ挟みたくなります。はい、えー。この局面がテーマなんです。でここで普通はですね、えー、挟まれたら三三に入るね。<A> これがまあ最もよく打たれる手です。はい。<laughs> しかし、こちらにないですから、うん、こちら。そうそう。これもここにある時ですとおこういうふうに打つことが多いんですけれどもね。はい、この後ではこの左辺を大切にしてこちらから抑える。でこう。 まあこういういのはよくある定石ですね。はい、第3線3つ並んだら1つ間を空けると。まあ、これで部分的には定石で白もこういう手は打たなくていいんですね、はい、一間バサミの時には、えー、後でこう出てきても下で渡れますのでで白としてはね、はい、こうなればこちらの方へこう広げてきそうですこれも関連してずいぶん大きくなってきそうです、ね、そうなんですね 非常にに立派なな模様になる字、まあの好きな方でしたら黒でこれでも十分打てるとおっしゃるかもしれませんけれどもどうもこういうの打ちにくいという方も多いんですね。はい、うん、そこでこのように大きな模様を張られるのが嫌だという方のために、はいえー、このハサミに対して三々、まあ、に入らない手こう一つお目にかけようと思います。はい、どういうういいい手があるんででお話しししょかれははここお話ています、はい さばきはつけという手なんですね。はい、でここへつけるね。うん、こういう場合にはまあこの手が有力なんです。と言いますのはね、えー、もうこの辺りは白が強いところです。はい。ここに何かこう入っていこうというのは、あ、苦しいですね。難しいですから。はい、相手の強い場所はいくら固めても構わない。うん、こういう時につけるんです。はい。これは普通は金で,、ね、でしょうか。そこで。 あ伸びるってもありますけどね。はい、一番わかりやすいのはこの引きです。でここで引いて次にこの切りを狙う。ええ、じゃあつなぎます。はい。はい。そうしましたらねうん、またここへ跳ねまして、はい。どんどんここの白を固めてしまう。うで、こういう時は二段バネがいいですね。はい。切りを一本打って。 はい、だいぶ確定時に、なってきました、ねねまあ白もこういうのはやたらに当てない方がいいですよ。はい、当てると、あ、後で繋がなきゃなりませんからね。黙ってこう伸びて、はい、で次に、この引き出しを狙うという方がいいんです。で黒は、まあここで、ここでしょうね。まあこの手でも、こちらへ行くても考えられますけれども、まあこの方がわかりやすいでしょう。はい。じゃあ白は。そうですね。そこへ守ることに。まあ黒としてはね、ここはあまり強く戦うのではなくて。 ええー、まあこの黒がしっかりすればそれでいいというぐらいの気持ちです。はい、そしてこの白模様が大きくなるのを防いだことに満足するんです。でここで、うん、まあこう取ってるのも熱いんですね。はい、取ってるのも熱いですが、もう少し働かせて一つ押しを打ちます。う<わ>そうですね。これ叩かれちゃいけませんから。え<っ>まあこう受けてくれれば、はい、もうこれだけで。 えこの手は防げているんですね視聴が仮に悪くなってもこういう桁で取れるんですねこういう手で取れますから、ねはい、えまあこれだけ打っておいてこの爪がなんと言っても絶好のところですね,いいこ,ですねこれが厚みがつながってきそうですねそうですね白もこんなもんですかねそれでこういうことになるとえまあ白の方はもうこれ以上増えないですねはい 一方黒は、ここの、まあ白模様を荒らして、こちらに模様ができますからね。はい、なかなか、このスケッチ作戦、ね。付け白の打ち方ですね。これ、ちょっと白不満かもしれないですね。はい、白は何か。抵抗できなかったんでしょうか。そうですね。えー、ですから、まあ、こう跳ねてしまうと。うはい。まあ、切りが心配ですが、まあ、そちらですかね。先に、しまってしまったら、どうでしょうか。はい そうですねそうくるかもしれません、はい、それならしかしこの切りが <laughs> いい手でこれはもうちょっと上からしてるぐらいですかでこうなりましてはいつなぎますねそこでまあ、うん、取る前に一つ滑りをよ利かしましてでこういうことになると、はい、あこれかなり立派ですよねここの白も随分狭くなりましたよね。<laughs> そううなんですね、えー、どうも こツケに対してこう跳ねて引かれますと、えー、いずれにしてもここが狭くなってややコリ形になるハねはほ、い、かにはあるんですかハ、うん、ね、まあ、羽よりもですかね白としては真っ白の立場で考えれば、まあ、引いてる方が黒に調子を与えないようです。はい これは黒はどうしたらいいんでしょう、うん、今度はね、こう引きますと、えー、まあこうかこう、こちらへ来られて切り、はい、がありませんからねこれだと切る手がありますけど、えー、ですから今度はですね引きではなくて、はい、一拳飛びで打つあ、はいこれは受けてえそうですね、えー、まあこうかこうか、両方ありますけどねはい。え,ー、えそしてここへ押すんですあ、はい これはあの一見飛びに打ってから後からここにつけるんじゃいけないんでしょうか。それはちょっと事情が違うんです。あ、先に一見飛び打ってからつけると今度はこう打たれて、あ、引いてくれないんです。こう打つのも変でしょう。変な形ですね。まあこう打つんでしょうけれどもね、これぶつかられて、はい。またこう。そこれ固定になってやや形が崩れますので、はい。つけて引かせて引いたら一見飛び。あ、跳ねたら引き。といういう順が大事なんですね。そうなんですね。 こう打ってこう打ってそして飛ぶって受けたらここへ押すはい。これで形があうまく作れるんですんこれは跳ねてどんどん、うんね、広げていく手はないですか、うん、跳ねるとまたここへ切りましてこれがうまいですはいこれはすぐ取りに行けそうなんですけどね,うねこういうふうにまあこれで二目は取られますがこの石を捨て石にしてまず上から当てて、はい、そしてこちらから よくある二目にして。そうですね。まあ、これも。形ですね。こうここなりますと、ここがもうかなり丈夫になりますから。はい。まあ、安心してこちらの方へ打って大丈夫でしょうね。はい。こちらの白はすごく硬くなった感じがしますね。そうそうこんなことになると、こちらがね、えー、熱いですから。はい。これ黒十分の分かれとなります。結局ですね。まあ、白はどうもここであまり。抵抗しない方がいいんですね。白としては。はい。で、結論としましては。 つけに対してあまり白も抵抗しない黙って引いてはいで黒は飛ぶんですねで,すね、はい、でまた押すんですね、はい、でこの時ももうこういう風にね、えー、打ってるよりしょうがないですねあなんかペシャンコのようですがこれが一番白もいいんですか、まあ、調子を与えないということまあその代わり黒もここに打つことになれば はい、どうですか堂々たる構えですねこれもいいところにいるんです、ね、ですからこういう場合にもうここに打ち込む狙いがあまりないという時には、はい、三3入りももちろん字を稼いでいい手ですけれどもね、うんはい、こういうつける手も面白い手ですからね<な>これも実践に使えそうな打ち方ですねそうですね、えー、つけあの今まで四つやったんでしょうかそうですねさば、はい、きはつけ、はい、この格言を 頭にこう入れて置かれますとね、いろんな場合に役に立ちます。はい、割とあのダイナミックな華麗なあの手筋が多かったですね。そうですね。普通の何か一見飛びとか、はい、そういう手で困った時はつけてみるといいさばきができることがありますね。はい、面白そうですね。えー、今度は相手に切り違いを打たれた時にね。 はい、どう受けるか、うん、そのあたりをお話しいたしましょう。えー、今こういう局面です。はい。白はこちらに、えー、白が打ったとこそうですね。こう打ったときに、はい、ま黒がここへつけて、はいうん、跳ねて、こう強引に切り違いを打ってきました。<ー>で、このようにまあ、切り違いを打たれると、うん、どうも怖いな。怖いですね,ね。そういう気持ちが先に立ってしまって大損、えー、をするというケースが多いんです。はい しかしこの切り違いというのはね受け方の基本さえ覚えておけば簡単なんですよ。あそうですか。<A> はい、よくあの「切り違い一方伸びよ」って言いますでしょう。うね、あれがいつも通用すると思うと失敗するダメなんです。であのこの場合はですね <A> 黒石が多い。多いですね、白の立場としては相手の石数が多いという。 そうですね、こういう時にね例えばこう伸びますと、はい、もう,こうすぐに取られてしまってあ、はい、はよくあるんですよね,れれすよね切り違い一方を伸びよと二目にして捨てよと、えーまあ、いろんな格言を混ぜ合わせた結果全部取られてしまった <laughs> 悲しいですね。こういうことがあるのは <laughs>、はい、これは格言の使い方の誤りなんです。というのは自分が多い時の打ち方例えばこの辺が全部なければ、はい、これはまあどこを伸びても。 大丈夫なね、有利にななるはずなんです、はい、こういう時にはむやみに当てない方がいいんですけれども相手がこう多い時には伸びではななくて、えー、当て当よなんですあそうなんですか、ねえー、当てと言いますと簡単に <laughs> いろいろありますけどねしかしね当てよといってもこういう当て方をしますとまあこっちついんですか <laughs>、はいえー、これ渡られて、はい、これもただ、うん、取られただけということになります。そこで 大切なことをお話しいたします。え切り違えられたときに相手の石数が多い場合は当てよ。はい。でその当てる場所は自分の石の大事な方。あ、はい。でどちらが大事かはね、まあわからなくなりますが、ええ、最初に打ち込んだ石っていうのは大事なんですよね。あ、大抵最初にそれは当たった方を思い出すとわかりやすいんですね。そうですね。いい場所に打ってるはずですから。はい。その石を大切にするのが。 基本なんです。で、ここへ、まず、当てまして。あ、大事な方から、当てるんですね。はい、えー、とにかく、この石を。守る。はい。はい。その代わり、もう一方の、こちらの石は。その捨てると。そういう気持ちで、打ちます。で、ここへ、当てまして。これはよくこうん。で、ここで。そうですね。すけどえ、まあ、黒も、まあ、こう打てば。 こうなりますけれども、はい、こう跳ねた方がいいでしょうね <laughs> 跳ねて、えー、まあ、これですとねこう打たれた後に、こういうところにこうキリンが残ってしまう、はい、ちょっとこのあたりがダメ詰まりになっていますので、ここも詰まってますからね、はい、当てると、うん、こういうふうに打たれて2目取られると、はい、こういう手が残りますから、えー、ここへ、ちょっと怖いですけれども、跳ねまして、切らせて は取られてしまうんですか。ええ、そうですね。しかし、まあ、二目にして捨てようですね。ここはね。<laughs> これは二目にして。ここはですね。はい、まあ、ここは、えー、先手を取りまして。はい、えー。ここが。このままでは危ないですね。白は。ここに字を取りまして、しかも。はい、この後、こういう。ああ、狙いが残ってる、ね。残ってますからね。黒としても。一手入れなければならない。はい、うん。この別れはどうでしょう。 あ、えっ、ー、とこちらずいぶん大きいんじゃないですか。そうですね、ここに入ったのは。まあ白の実利対黒の厚み。はい。まあまずは互角と見られますけれども、えー、この切り違いに対してまあ白が最善に受けた打ち方なんですね。はい、さて、まあこうなればえ今度はこちらがありますね。はい。こういう広いところへこう入っていくと。はい。 ここに先着できるのがですね。ここで強く戦った。効果でもあるわけです。はい、で、この後も簡単にやってみましょうね。はい、ええー、ここはちょっと切り違いではありませんけれども。こう、ままそう挟まれたら、えー。先ほどやりました。復習にもなりますね。さば、うんうんね、きはつけと。はい。うん、い手がこういう場合有効です。はい、これ、こうただ飛んだだけではね。今度は逆に。 そうこのようにもたれ攻めという手でね、はい、この石を攻められますので,そうです、ね、なるべくこちらと関連しないように、ね、つけて,つけて、まあ、こんなふうにしてもしこうつないでくればこちらへ飛んでもいいですし、はい、またうん、まあ、こちらへこう打ったとしてもですねな、はい、なんとなく楽にそそうそう、えー、根拠もできますしこちらの黒の眼形を脅かすと。 はい。まあ、そういう狙いも、出てくるわけです。はい。ですから、ここではさばきはつけですし。<っ>この切り違え、もう一度、復習いたしますと。切り違えられた時に。自分の意思が多いときには。一方伸び、ね。伸びを。そして。相手の意思が多いときには。はい。当てて。さばく。そうですね。当てるんですけれども。 切り違えられた自分の大切な石、それをこの場合はこのかかった石ですけどね。この石から動いていく。これをぜひ覚えていただきたいですね。今度は大模様の張り合いの後です。今白がここをこう止めましてね。大きなね字ができそうになりました。もう一てここに打つと、まあほぼ完成ですね。酸酸も守ってますから。そこで。 まあここへ黒が打ってこの白地を減らしに行ったというところです、はい、で白もこういうのをですねこう止めましてもこれは出ていくんでしょうかうんこうんでねなかなかこう止まらないんですねうこう打ってもこう出られまして止まらないということで、はい、<coughs> こういう時によく白はもういっぱいに地を広げようという時につけという手を打ってくることがあるんですこれはどういう意味かというとこういうところへこう跳ねると、はい 切ってしまうでしょうか。切り違えでここでまあ戦いが起これば。周囲は真っ白ですから。そうですね。切り違いの時先ほどやりましたけども。そうですね。相手の石が多い時は当てるんです。そうですね。こういう時にまあ先ほどの話ですけども、こう伸びたりすると。まあこちらへこう伸びられてね。こういう主張も取れませんし。全体の黒が危険にさらされるということになります。で真っ白はこれで。 まあ局面を紛糾させようと、ね、これでごちゃごちゃっとやってこう白ペースに引き込もうということで打ってるんですけれども黒の方はこの石かこの石かどちらかの石を大切にして、はい、そしてこの白模様に入り込むことができれば成功ななんんででですす、ね、どっちが大切なんでしょうかそうかそね <A> え先ほどの例でもそうですけれども、はい、最初に打った石あ、はいね、これはこ、ね、いいところにありますからね、はい、この石を大切にして え相手の石数が多いときは当てて打つとということは自然にこ,こ、はい、それがいいんで,す、ね、いいでしょうか当ててでこちらはもう捨てるんですよ、はい、途中で気が変わってこちら当てたりすると<っ>これは最悪の <laughs> 結果になってしまいますからまます、ね、こちらを当ててこちらを当てて、はい、捨ててしまうと、うんはい、これを捨て石にして駆けつぐはいもうこれでね、えー、ここのお部分は黒のさばき成功とはい あの破った感じがしてますよね。そうですね白はここ止めに行けるんでしょうか、えー。これがね、なかなか止まりそうもないんです。うん、はい、えー。例えばえ、そう打つとね。ちょうど。これで、狭間をつく形になりますね。はい。で、まあ、主にこういうふうに押していくと、どんどん。ね、えー、裂かれますから、うん、まあ、こんなもんでしょうか。はい。このぐらいですか。はい、まあ、白としても、まあ、これが。まあ、一番。 大きく囲った打ち方ね。はい、白も精一杯の打ち方なんですけれども、はい、それでもこう<は>ね、えー、割りましたからね。いい形で咲いてますね。えー、これ黒満足できますね、はい。白は他に止めに行く行き方はあった。今こちらだったんですよね。はい、他にはあったんでしょうか。そうですね。そうするとちょうん中これもまあこうこれをねお考えになる方は多いと思うんですけれども。 なかなかね、これでも止まらないんです。はい、ここへ出まして、とこう断点ができます。はい、とここへ打ちまして、切って,ていいんですか。はい。はい。そしてここへ切りますと、抜けなきゃいけないですね。はい。でこう順番にこう出ていけばいいわけです。わかりやすいですね。ねあそこ止めるともうひどいことになりそうですね。はい、こう当てがきまして。 の順番に当たり当たりと行けばもう白模様はボロボロになってしまうまあこんな手はうまくいかないんですねはい。何か打っているときはですねこういう手を打たれるともうダメじゃないかとここで諦めちゃいけないんですね<っ>の先の先まで読み切るというのは難しいことですでも一歩一歩やっていくとだんだん道が開けてくるんですね,、はい、で,すねでまあこの手でもしこういう手も考えられますが、はい、これも こう打てばいいです。はい。これは抑えると。ええー。あ、抑えるんですか。すごいな。また一歩一歩ですね。一歩一歩でいいんですか。こういうのがいいんですね。当たり当たりというのがこういう場合には一番いい打ち方です。はい。自然に出てしまうんですね。ねこれもうどうしようもないですね。こう打てばこちらですね、えー。こうですし、こちらを打てばこう打って伸びればもうどんどん字が小さくなりますのでね。はい。ええー。 とにかくこの伸びですか今度は<え>今こう打ちましたけど伸びればこれはもう簡単に出てしまうんですねことこういうことでね、えー、この切り違いに対してこの最初に打った大切な石から当たり当たりで、えー、突破するのが一番いい打ち方なんですね、はい、まあ切り違いに対して、えー どうしても伸びよっていうことばかり考えますけれども、相手の勢力圏での切り違いはね、当てた方がいいというケースがとても多いものです。この間では主にあの効果的なつけなんかをあのたくさん教えていただいたんですが、はい、実践でつけを打つときにはどういうときに使ったらいいでしょうか、うん。そうですね。まずあの自分に弱い視ができたとき、はい、それから相手に模様を貼られたときね、はい、そういうときに。 まあなかなか普通のね、元飛びとか、お墨、えー、とかそういう手だけではうまく処理ができない、はい、そういうケースがあります。はい、で、そういった困った時につけという手をね、頭に浮かべますと、えーえー、おいい手が打てるんですね。じゃあ相手の強いところとか重いをでも怖くなくなりますね。そうですね。はい、皆さん大いにつけを打って勝率を上げてください。